ロッテ楽天10日、ゾゾマリンスタジアム。楽天は初回、先発の松井雄一投手が先頭から打者一巡9人連続で出塁を許すなどいきなり8点を失う大乱調。アウトを1つも取れず降板となった。1点を先制した直後の初回、長い守りになった。虫二塁から、小川の番頭7試合ぶりのスタメンマスクとなった堀内が一塁へ悪送球。 あっという間に同点とされる。なおも無視一二塁から外の放った通列なライナーを左翼中島が目測を誤り頭上を越される適時二塁打で逆転を許した。さらに、続くコランコのフルスイングから放たれた打球は、三塁前へのボテボテの適時内野安打。角中、田村、藤原にも適時打を許し、 打者9人に43球で8安打1四球の内容で8点を失ったところで降板。交代が告げられベンチへ戻るとタオルで顔を覆い動けなかった。